さあ皆さん始まりました。日付11月15日、今が16時15分ですね。いつも通りマーケットの分析やっていきましょうか。で、昨晩で若干金利が上昇した関係で、米国株ね、下落と。で、ナスダック 1% 以上下げてるという形なんだけれども、まだ決定的にね、これが下げ向かうかどうかっていうチャートパターンではないんですよね。で、ビックス指数がね、若干その上昇しているような形ではある。MACD がゴールデンクロスをただ、形成するような動きをしなければ、そこあたりは大丈夫なのかなって感じがします。で、日経平均に関してはね、小幅高。はい。若干上昇で、今日ね、昨日急落した、大暴落したソフトバンクグループに関しても、若干買い戻しの動きが入ってる。ただ、それ以上にやっぱしハイテク株ですね。半導体株の方の上昇が強い。まあ、レーザーテックしっかりね、もう 6% 近く上がってますから。まあ、そこあたりもひっくるめて、マーケットの動き見ていきたいと思います。で、僕のプロフィールね、ツイッターの方に載せているので、そっち見取ってください。7年間証券会社に勤めてました。2013年からね。で、その後ね、YouTuber としていろいろとあと活動したりしてるんですけども、最終本店まで行ってます。そこあたり踏まえた上で、しっかりと実務経験が、もう積んできたものが話してるっていうところを踏まえた上で、これからの僕の話参考にしてほしいし、あとよかったらチャンネル登録と、あとツイッターのフォローね、しておいてもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。というわけで、いつも通りね、まずは、米国株の動き分析してから日本株の分析に移りましょうか。ニューヨークダウの冷やしチャートです、これね。で、現状ですね、まあ、200ドル相当下がった段階で、推移してるんですけども、RSI はね、まだ目立ったね、チャートパターン出てないんですよね。一応引いてはおくんですけど、とりあえずここ。このラインかな。意識されてると思います。ここのライン割ってくると、ちょっとね、変な動きしないかどうかっていうのはチェック。ただ、MACD に関しては依然としてゴールデンクロス上昇トレンドを形成してるし、現状の日足の位置は、上値抵抗ラインを抜けた状況。まあ、それは変わりないです。上値抵抗ラインというのは、今年の1月からの上値抵抗ラインですね。一本トレンドは抜けてはいるんですよ。はい。で、25日移動平均線ラインも順調にこう切り上がってきていて、ここあたりの移動平均線100日、75日かな？ゴールデンクロス形成はしてきてるんですよね。で、さらに切り上がって200日とゴールデンクロスを形成してくるようになったら、ちょっと明確にね、ラインが出てくるかなって感じはする。で、高値安値のフィボナッチラインも、ここからちょっと引いておきたいんですけど、この高値と安値ですね。今 61.8% 戻しラインに止まってるんですよね。この。はい。ここを超えてくるかどうかっすよね。ここを冷やしが終わりにベースで超えてくるかどうかっていうのはめちゃめちゃ重要なんですよね。で、週刊誌、週足ですね。週足のチャートを見ます。週足も5週移動平均線が切り上がってきていて、50週とゴールデンクロス組みそうなレベルなんですよね。ストキャスティックス、RSI、MACD、まだ怪しい動きはしていない。はい、ニューヨークダウンに関してはこんな感じです。で、じゃあ S&P500 はどうなのっていうところなんだけども、ここも、このゴールデンクロス形成が見えてるんですよね。通常、よし、その、ゴールデンクロスを形成してくる。かつ、同時に2つの、75日と100日と5日のゴールデンクロスがダブルで確認されてくるっていう形になるならば、ね、通常教科書通りの動きだったら上向きにね、リアクション入ってもおかしくないんですよね。おかしくないんですよね。ストキャスティックスは加熱気味のライン。RSI の下値抵抗ライン見えてます。このラインですね。これ重要です、ここのラインは。うん。あとは直近のラインで言うと、ここ。ここまでは下がっていい。この上値抵抗ラインまでは。割ったらちょっとまずい。MACD はゴールデンクロスを継続している。で、逆ヘッド&ショルダーかな。のこの点線ラインも超えてるので、一本まあ強いトレンドが入ってると。さっきも言った通り、市場の不安心理を表すビックス指数ですね。S&P500 の。ここが怪しい動きをしてないんですよ、今のところ。はい。MACD がゴールデンクロスを組んでくるような、青のラインとオレンジのラインがこういった形でクロスしてくるような動き方をしてくるならば、急落する可能性は高まるんだけども、まだそこまでは行ってないんですよね。決定的なところまでは行ってないかなって感じがしますね。で、昨晩の、まあ、ニュース等も一応確認しようと思うんですけど、まあ、どういったニュースが、ね、流れてきたのかっていうところですね。そこあたり読み合わせとかもしていきたいと思うんですよ。で、ニュースがこちらですね。はい。
見ていきましょうか。まあ、FRB の交換からね、利上げペースに関していろいろと話が出てきています。昨晩もね。FRB のブレイナード副議長は14日、はい。利上げペースを鈍化させることが近く適切になると述べたと、ブルームバーグとのインタビューで、利上げペースを鈍化させることが近いうちにおそらく適切になるだろうと、なると思うが、本当に強調すべきことは、我々にはさらにやるべきことがあるということだ。何なのかっていうと、インフレ撲滅ですね。はい。利上げペース、まあ、鈍化させる、景気後退懸念っていうところを払拭する。まあ、そういうところもね、やっぱし重要ではあるんですけど、それ以上にやっぱし今、第一目標となっているのが、物価上昇率の、まあ、頭打ち、まあ、そこからの安定的な下落なわけですよ。だからそこに関しては、やっぱしまだね、神経質な展開になるんじゃないかっていうことを、やっぱしFRB メンバーもね、言ってますよね。発言してますよね。まあ、そういったところもひっくるめて、やっぱし利上げ懸念ね、ペースは鈍化、12月の利上げ確率、はい。それもですね、今、0.5% に大きく傾いてるじゃないですか。今日の朝のモーニングサテライトを見てる人だったらわかると思うんですけど、あと、9日時点ですね。11月の9日時点は、0.5% の利上げ確率が 57% だったものが、14日時点では 81% に上がってるんですよ。で、0.75% の利上げ確率が 43% から 19% に低下してます。もう大体もう 0.5% を8割方ね、折り込んできてると。まあそういった形ですよね、現状ね。まあ、そこあたりを折り込みながらの今の急騰劇ではあるんだけども、まあ物価上昇率 CPI がね、今後ね、さらに下がってくるかどうかですよね。うん。で、ターミナルレートをどこまでにするのかであったりとか、高い利上げ、まあ、金利っていうところを、どのくらいの期間ね、維持すべきなのかっていうのはもうデータ次第と、単発じゃなくて、継続的なね、データが確認できるまでは、やっぱしまだまだそこは、金利が高い水準で移ろっていくっていうか、まあ、動いていくのかなっていう、そういった感じですよね、発言の中見るとね。じゃあ、昨晩のアメリカの金利がどういった動きをしたのか、そこを見ましょう。2年債利回り、まあ、小幅に下落ですね。一旦ボトムを打って、横横の展開になってる。で、アメリカの5年債利回りもそう、まあ、横ばい状態。で、10年債利回り、20年債、30年債も、まあ、同じような動き方をしてますよ。今、調整が3日ぐらい入ってるような形かな。ただし、やっぱその逆イールドはまだ全然解消してないんですよね。10年債引くことの5年債、2年債利回りですよ、アメリカの。10年債引くことの2年債利回り、長短金利差は異常値であるマイナスを示していて、直近安値近辺でまだうろうろしている。マイナス 0.530% です。0% 以上でプラスの水準が通常、まあ、正常値ですね。今異常値をまだ出しているような状態なんですよ。だからやっぱし、ここあたりは景気後退懸念はまだ根強く残ってるっていうことですよね。で、アマゾンとかも、要はその1万人の解雇っていうところを発表してくるかもしれないっていうのがニュースとして出てきてるわけですよね。メタも1万人超えるね、リストラ発表してるわけじゃないですか。レイオフを。もう大手企業はこぞってやっぱし人員削減に動いてる。新規採用の停止も発表してますよね。うん。確実にね、やっぱし影響は出てますよね。出てますよね、そこあたりに関してはね。じゃあ、ここあたりの動きを受けてナスダックはどうだったのか。金利がね、若干その下げ止まってるっていうところもひっくるめて、1% 下落なんだけども、これ直近2日間爆投したじゃないですか。一旦その調整が入ってるぐらいの値動きなんですよね。1% 下がってるって言っても。ボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインの当たり近辺で、まあ推移を継続。ストキャスティックスは加熱組。ストキャスティックスは加熱組。で、RSI の上値抵抗ラインも一応引いときましょうか。このラインですね。まあちょっと意識っていうところでいいと思います。まあ一本抜けてるので、で、MACD も一応ゴールデンクロスまだ継続中なんですよ。まあとりあえずね、もう少し見たいですよね。これダブルボトムのネックラインですね。ここの高値レベルで止まってるんだけども、ここで止まって反発だったら OK です。これ止まって、ここのラインを下回ってこないんだったらいいと思う。フィボナッシと 61.8% 戻しラインでここを揉んでると。そういった状況です。はい。じゃあ、ソックス指数はアメリカの半導体株質は強いです。まあ、0.97% 下がってるけど、これまだバンド中ですよね。日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドを継続中で、5日移動平均線と75日、この水色のラインはゴールデンクロス形成してる。ただ100日移動、この黄色のラインのゴールデンクロスはまだ今晩多分入ってくると思うんですよね。
そこあたりもひっくるめて、まあ、上向きのね、スイッチが入ってくるかどうか。まだ怪しい動きはしてない。ストキャー加熱気味。RSI と MACD は切り上げてる。まあ、RSI 少し下がってるけれども、まあ、誤差の、ね、範囲内なのかなと。ここですね。重要です。ここのラインを意識しててください。上抜けてるんですけど、ここを割ることなく、まあ、切り上げてくるんだったらいいかなっていう状況かな。はい。じゃあ、アメリカのセクター別騰落率を見ましょう。昨晩、どのセクターが上下したのか。はい。見たいと思うんですけど、上がってるセクターは一セクターだけ。ヘルスケア、0.04% 上昇。ただ、MACD がこれね、デッドクロス組みたそうな感じしてるんですよね。まあ、ちょっと慎重にね。はい。RSI の下値抵抗ラインを若干割ってきてるので、ちょっとチャートのパターンが崩れてきてるなって感じはする。で、一番下がってるセクターは不動産セクター。はい。ここリアルエステートですね。ここが 2.64% 下落。次に一般消費財。1.71% 下落。フィナンシャルセクターも 1.54% 下落。まあ、直近上がってたんで、ちょっとね、調整が入ってるような状況かな。状況かな。ゴールデンクロス、ここも組みそうですしね。RSI の下値抵抗ライン意識。ここ。ここですね、おそらくね。このライン 1.2 点 3.1 しているので、このラインを割ってくるとちょっとその変な動きをしてくる可能性が高まる。そこだけ把握かな。今のところまだ割ってないです。でユーティリティも下がってたりとか、はい、そんな感じですよね。まあ、セクター別の動き見ると結構ね、ローテーションがどこのセクターに入っているのか、どういったところを狙った方が今効率がいいのかっていうのがわかるので、かなり重要ですよ。セクター別騰落率の値動き見るのは。これね、やっぱしやってない人多いので、必ずね、僕のチャンネル見てくれてる方はやっててもらいたいかなと思います。はい。で、セクター別騰落率見ました。じゃあ、もうちょっと、対局見て、グロース株とバリュー株の優位性がどっちに傾いてるのか、ここを見たいと思うんだけども、昨日は 0.38% 下落してるんですよ。この GV 倍率は。見方は簡単。これ、S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数。上昇するとグロース優位、下落するとバリュー優位。もうこれ何回も言ってるんですけどね。僕のチャンネルではね。で、なのでこれ今上がってるので、バリュー株よりも、グロース株の方が優位性が今高い状況です。昨日は下がってるけどね、若干ね。うん。MACD、ゴールデンクロス形成、ストキャスティックスも切り上がっていて、まだその、変わりすぎの水準までもない。で、RSI の、上値抵抗ラインを引いてみても結構やっぱしここも綺麗に出てると思うんですよね。で、ここのライン割らなかったらいいのかなって感じかな。今のところまだ上向きですよね、トレンドラインがね。はい。バリュー株よりもグロース株の動きが強い、そういう流れが出てる。じゃあアメリカの個別銘柄の動きどうだったのっていうことなんだけども、上がってる銘柄ネットフリックスがまあ 3% 上がったり、ファイザー上がったり、あとメルク、はい。アドバンストマイクロデバイス AMD ですね。これ上昇方向にバンド復習ですよ、今。まあ、1.6% 上がっている。はい。ジョンソン&ジョンソン、アルコア、まあ、メタですね、これね。Facebook。まあ、ここあたり上がってるかなと。で、逆に下がってる銘柄は、ロックであったり、ズームであったりとか、ね、フォード、ウォールマート。ウォールマートちょっと崩れてるね。で、GM、ドキサイン、ショピファイ、あとテスラ。まだまだこれちょっと下がって弱い動きを形成してるかな。2.5% 下落。はい。ちょっとバンド奥州に日柄調整入ってきてるんでね。ゴリバの中央線25日移動平均線を目指すようななんか動きをしたいような形には見えなくはない。で、マイクロソフト。はい。まあ、2% 下がったりとか。まあ、してるんですけども、全体的に上がっているところからの若干の下落なので、これアップルですね、ちなみに。ここまでかなーって感じがする。NVIDIA もね、0.2% 下がってるけれども、これ決算前の調整なので、ポジションの。個別株を見ると、下がっているところあるんだけども、そんなにこう、ね、変な動きをしてるかっていうと、バンド形成してる銘柄まだ多いかなっていう印象ですよね。じゃあ、ここの動き方を含めて、今日日経平均、日本株がどうだったのか。日経平均は26円高です。26円高。はい。ストッキャー、RSI、MACD の形状を見て、
RSI のこのね、レンジの中の動きがすごい重要だよっていうことを皆さん前からお伝えしてるんですけど、まだどっちにも触れてないんですよ。どっちにもブレてないんですよ。上値の抵抗ラインはフィボナッチの高値安値の 78.6% 戻しラインであったり、PR13 倍の時の日経平均の理論値。はい、まあそこあたりが上値を重たくしてるところかなって感じです。まあ抵抗ラインありますしね。うん。何か待ってるんでしょうね、これね。何か待ってるんでしょうね。で、個別銘柄の動きを見ると、まあ、ソフトバンクグループがね、若干戻しましたね、値をね。うん、1.3%。はい。1.3% 戻ってる。だから、急落は3日待てなので、1日目、2日目の動きなんですよ。で、3日目、4日目が明日、明後日っていう形になるから、そこでね、やっぱその、少し方向感が出てくるかどうかかな。今のところまだね、やっぱしストキャスティクス落ちきってないし、RSI、MACD の形状を見ても、ちょっと微妙なんだけども、微妙なんだけども、ボリバンの中央線25日ラインで止まって上がっていく流れになるかどうかまだわからんですね。ここだけ見るとね。うん。やっても打診だけども、もっといいところあるよねって判断になっちゃうんですよ、個人的には。まあ、その一角がね、やっぱし今日はレーザーテック。まあ、すごい、やっぱしみんな大好きなレーザーテックでしたよね。もう 5.73% 上がっていて、板の気配もまあ良かったと。はい。上がっていく時の板の気配がね、今日日中続いてましたよね、ここもね。上昇方向にバンド奥州です。フィボナッチの 61.8% 戻しラインも抜けてきてるんですけど、このラインですね。終値ベース抜けてきてる。で、短期的なところで言うならば、短期的なところで言うならば、やっぱしここですよね。このライン。3万3000円ぐらいから3万6000円。ここまでもし上がってくるようなことがあるならば、まあ一旦やっぱし押しますよね。まあ、どこまでこの上昇が続くかどうかわかんないんですけど、ここあたりの移動平均線、200日移動平均線と長期の移動平均線のゴールデンクロスが、これからちょっと断続的に見え隠れしてくるような状況なんですよね。で、窓は今何空空いてるのか。まあ、1空空いてます、とりあえず。1空で。ちょろんと窓開けて、ここに一応空いてはいるんだけども、3空形成するような動き方になってくると、そのピークアウト感出てきますから、ここからでもまだ慎重にやっぱしやっていくべきですよね。どこまで上追うかどうかは人それぞれだとは思うんですけど、うん。急騰はしすぎてるから、まあレーティングとか引き上がってますけどね。3万1000に上げたところもあるし、3万1000近くまで。で、東京エレクトロも今日強かった。一応ね。一応は。0.55% 上昇。だけども、レーザーテックよりもパフォーマンスは落ちている。なんでかっていうと、需給が荒さしてるから。これ6月の高値期ですね。まだ通過してないので、まだ戻ってないんですよね、しかもね。この6月の高値が半年後は12月8日なんですよ。12月なんですよ。これね、高いところで買ってる人たちは売ってきますからね、ここあたりで。今上げてたとしても、安心してまだ見るのは、需給が、まあ、売りがね、消化されてからかなって感じがします。だから重たい。レーザーテックと比べると。まあ、レーザーテックがより選択されてるっていう状況ですね。で、リクルート。まあ、ここはね、今日急落ですね。はい。まあ、決算後の動きなんですけど、6.67% 下落。うん。アドバンテスト。はい、これ9120円ですね。ソフトバンク、TDK。TDK も上がってる。半導体株は、全体的に強いっすよね。だからそのアメリカの GV 倍率がまだ明確にそのバリューシフトしてるわけじゃないんですよ。下がってるわけじゃないので、日本はちょっとその半導体株は全般的に上がってるかなって感じです。だからここあたりが下げ始めるのは、おそらく GV 倍率がまた下がってくるような、グロースからバリューへの動きが出てからだと思うんですよ。で、ここに関しては、昨日の夜のライブでも言ってるんですよね。半導体株今どこまで上がってくるかっていうのがなかなかね、やっぱし予想しづらいっていうか、期待がめっちゃ高いじゃわけじゃないですか。そこあたりをひっくるめて、やっぱ GV 倍率が切り下がってきたタイミング、そこあたりを一つ転換点と見るべきなのかなって思ってはいるんですよ。
とりあえずバンドを形成している銘柄は日柄調整が入ってパラボリックマック D が下落トレンドを形成するとボリンジャーバンドの中央線25日移動平均線ぐらいまでの軌道修正が起こりやすいというそのパターンですね。そこをしっかりと覚えてその初動が入るのを見逃さないようにするべきだと思いますね。そんな感じです。で、その他の指数も見るんだけどもトピックス 0.37% 上昇、今日は日経平均よりも強い動きをしてたのかなって感じがします。ここも RSI のこの三角持ち合い重視ですね。はい、めちゃめちゃ重要なんで、そこの下値のライン割るか上値のラインを抜けてくるかっていうところは慎重に見極めるべき。もう動きますからね。もう大きくまた動いてくると思うんですよ。はい。で、マザーズ、ここは 0.87% 上昇だから、まだグロースの流れなんでここは強い。バンドを上向き方向に形成している。プラスアルファで逆ヘッド&ショルダーを形成して、この上値抵抗ライン抜けたので、一本強いトレンドが入ってるんですね。グロースカバー強い。で、ストキャだけ。で、RSI が同時にね、ストキャスティックスと同時に切り上げてきてるので、この段階になってくると、ストキャスティックスよりも RSI の方を、要はより重要視した方がいいと思います。同時に切り上げてる場合は。優先度はストキャよりも RSI かなと。RSI が加熱気味のラインに入ってきた段階で短期的な要はその調整が入ってくる可能性が考えられるから、そこは皆さんケアしておきましょう。なので RSI はまだアッパー残ってるんですよ。アッパー残ってるんですよ。じゃあ市場間の強さはどうなのか。まずはアメリカ株と日本株の優位性を見ましょう。で、これが日経平均割ることの S&P500。昨晩の動き、若干今日切り上げてるんだけど、まだこれ下向きなので、日経平均よりも米国株の方が目先優位性は高まってきている。で、これヘッド&ショルダーをちょっと形成してるから、割っちゃいけないラインはここなんですよね。1、2、3、4、で、5。で、今ここなんですよ。6なんですよ。ここの下の点線ラインを割ってくるかどうか、か、もしくは、おっとすいません。もしくは、ここの上値の点を、こっちに移動する?こっち側に?そうなってくると、割っちゃいけないラインは、ここになるんですよね。ここの点線ライン。どっちかっていうと、こっちですよね。こっちですよね。ここの下での点線ラインを割ってくるような動き方になってくると、日本株から米国株への、要は優位性の高まりっていうのが移ってくると思うんですよ。直近まで、今までは、日本株の方が優位性高かったんですよ。日本株の方が、米国株よりも。ただ今最近はちょっと米国株の方がアウトパフォームしてると。で、その流れがこの下値のラインを割ってくると、もうちょっと顕著に出てくる可能性があると。そこあたりを抑えていてもらえたらいいかな。で、日経平均割ることのトピックス。この NT バイアスですね。はい。これは今下がってるので、目先日経平均よりもトピックスへの強度の高い銘柄の方がこの2日間強かった。だけどもこれボックスのレンジなんですよ。行ったり来たりするのかなって感じがしますね、今のところね。ただマザーズに関してはより強く出てて、その傾向がこれ TM バイリス、トピックス割ることのマザーズ、上がるとトピックス優位で下落するとマザーズ優位なんだけど、これ下抜けてるんですよ。トピックスよりもマザーズの方が動きは強い。で、 NM バイリスもそう、日経平均割ることのマザーズですね。これも日経平均よりも下落しているのでマザーズの方が優位性が高い。グロースだから中小型株が一番強いパフォーマンスを示している。で、ここもと数日間の動きだけ見ると、2日の動きだけ見ると、次はトピックスで日経平均、強度の高い銘柄。大体あれですよね。やっぱし、ソフトバンクグループが急落したところがね、影響大きかったのかなって感じはしますけどね。なので、今そういった順番、マザーズ、トピックス、日経っていう順番でマーケットは動いていて、米国株よりも日本株の方がアウトパフォーム、よくしてたところから今逆転現象が起きてるよと。セクター別で見ると、まだ GV バイリス、切り上がり状況なので、バリュー株よりもグロース株の方が強い。そういったね、やっぱし見方ができるかなって感じがします。で、ドル円、139円の30銭台。これまだね、なんとも言えないですよね。5日と100日移動のデッドクロス形成が見えるので、ここ組んでくるなら、強化し通りの動きで言うなら、下向きにスイッチが入るはずなんですよ。はい。まだこれは、ここから上がって、さらに下がってくるかどうかっていうのを慎重に見極めるべきなのかなっていう感じがします。バンドオークで日柄調整が入ってんだけど、デッドクロス形成が見えてるんだったら、このですね。で、入ってくるならば、普通なら下向きのサインが入ってくるので、上がってくっていうことを想定するのは、もうちょっと先かなって感じます。もうちょっとその引っ張った方がいいかなって感じがしますよね。で、ドルベースと日経平均。日経平均割ることのドル円。
はい。為替の変動リスクを加味した日経平均はこれなんですけど、これは上がっている。で、一目の雲の上限、この赤のラインも抜けてるし、200日ラインも近い。ストキャ、RSI、MACD。まあ、RSI は下値のラインを割らなければいいのかなって感じがします。ここですね。で、仮想通貨、ビットコインに関してはまだ弱い動きをしていて、235万。はい。5日移動平均線下向きにまたなってきてるから、もうちょっと見ましょうか。5日が移動が下向きなら、まだなんかその、材料乏しいですよね、ここもね。中国マーケット、上海総合指数上昇、香港ハンセンも上がってる 3.6%、深セン 2% 上昇、イギリス FTC、0.4% 上昇中、今。ユーロストック50、0.49% 上昇で上昇方向にバンド奥中、RSI ただ加熱気味のラインに入ってきてるんで、ちょっとここあたり警戒感高めになってきてるかな。一旦調整は入ってほしい。どっちかというと健全な上げをするなら。で、ドイツ、ダックスも上昇方向にバンド奥。まだバンド奥途切れるようなサインは出てないけれども、RSI は加熱気味のラインに入ってきてるから、ちょっとね、少し下げてくることもね、想定しながらやっていかないといけないですね。という感じですね。なのでマーケット全体の動きを見たんですけども、全体の動き。まだグロース株です。バリュー株ではない。バリューよりもグロース株の方が優位性が高い。はい、優位性が高いとは思います。で、日本株と米国株の優位性は、まあ米国株の方が目先は強くなってきている。で、日本株マーケットの中で言うと、一番強いのがマザーズ、トピックス、あとは日経平均。個別銘柄で言うならば、円安メリット銘柄は若干弱くて、今目先ですね。インバウンド関連とか弱いじゃないですか。弱くて、まあ半導体株。とかね、やっぱそこあたりの中心どころが買われてる。プラスアルファね、需給の重たい、少ない、軽いっていうところでも、値動きに大きなパフォーマンスの差を出してますよね。東京エレクトロンとレーザーテック、まあ時価総額違うけれども、やっぱし、値動きの違いは、そういうところにありますから。はい。で、12月の高値期日ですね。あ、6月の高値期日か。12月、もう来ます、来月相場。もう昨日も言ったんですけど、もう11月の15日。はい。もう途中までです。もう途中まで終わりました。月の半ば通過したので、もうここからは折り返しです。で、ここからは11月相場じゃなくて、より12月相場のイベントを重要視して、マーケットっていうか、まあ個別の選択ってものをしてもらった方がいいのかなと。もうこの意見は変わってないです。はい。最大の、やっぱし、イベント、日本株の最大のイベント、年末の損益通算、税制上の売り買い、売買です。クロス振ったりする人もいると思うし、6月吸った金を取った人、まあ信用で買った人たちは、もう泣く泣く最後売らなくちゃいけないんですね。半年後に。まあそういった、やっぱし売り買いが出やすい、税制上のやっぱし完封を狙った売買が出やすいっていうところもひっくるめて、売られやすい銘柄、買われやすい銘柄、しっかりと選別してもらいたいかなと思いますね。なのでまた動きがあったらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、最後によかったら皆さん、僕のチャンネル登録とあと Twitter のフォローね、しておいてもらえると嬉しいです。あと皆さんの相場感でまたね、コメント欄に書いててもらえると嬉しいので、そこもご協力ください。あとメンバーシップ、今、クーポン出します。概要欄の上の方に3ヶ月間 20% オフのクーポンを出しているので、もしね、検討している人がいたら、クーポンも使ってみてください。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ちょっと声最後枯れちゃったんですけど、はい、また今晩でライブするんでお会いしましょう。夜でまたね。お疲れ様です。